こんにちは。こんにちは。スタッフエースです。坂井です。今日は、マークアウェアの、はい、シャツについて、シャツ、はいはい、話していこうと思います。はい。はい、で今回ピックアップしたのが、コンフォートフィットシャツですね。うん、夏定番のオーガニックウルトロの、はい、シャツですね。はい。じゃあざっくり、このシャツについて教えてください。はい。まあ、まずウールトロピカルっていうところ、名前の通りなんですけど、ウールを 100% 使っていて、すごく細い糸で、まあ、平織りにした生地、平織りってそれなりにこう強度もあるんで、ウールなんですけど丈夫 で通気性も良くって、まあ、夏の多分スーツというかああいうのにも使われるような、まあ、まず生地である。で、まあ、ウール自体やっぱ消臭抗菌の効果もあって、洗わずとも乳気にならないっていうところであったりとか、あとシワにもなりづらいし、汚れもつきづらいし、外気の気温にこうあんまり左右されないので、そういう熱からも守ってくれるようなイメージ。なんで本当ケアも必要なくって、夏場にもってこいな、まあ、そんな生地になってます。ではこのコンフォートフィットシャツの、特徴を教えてください。はい。まあ、もうもはや定番というか、S さんも多分持ってますよね、コットンシャツとかで持ってますね。多分皆さん1枚目に買うのはここなんじゃないかなとは思うんですけど、一応、うん、今、2着ありますけど、はい、2着あって、一応どっちも私物になってます。でこっちが2022年の春夏アイテム、2年前、ね、そうですね、2年前のウールトロピカルのコンフォートフィットシャツで、こっちが今季の24年の SS の、コンフォートフィットシャツになってます。はい。だから大きくディテールはそこまで変わってないんですけど、さっき比べた感じ襟のサイズ感もほぼほぼ同じで、ただ、襟以外にも言えるんですけど、やっぱ縫製基本的に運針もすごく細かくしていて、そのステッチの部分が見えづらいように作ってます。襟とか見てもらうと分かると思うんですけど、あんまりこう表立って目立って見えないディテールになっていたりとか、袖の、まあ、カフスのところはボタンがあるんですけど、このケンボロ、まあ、ケンボロではないんですけど厳密に言うと、ここの、ボタンも排除している、まあ、非常にミニマルな仕様で、個人的にはこう腕まくりとかよくするんで、ここがないっていうのは割とスムーズに腕まくれて、自分は結構重宝しているディテールです。であとやっぱマーカーは本当に綺麗に見える部分だと思うんですけど、まあ、縫製がさっき言ったように細かいんで、ポケットとかもついてないみたいというかぱっと見ポケットないような、そうなんですよね。もう本当にここが細かすぎて分かんないぐらいで、なんかこれもまたやっぱ多分シャツの一体感を、まあ、加速させている要因の一つかなと思ってます。で、フロントのボタンがついてる部分は裏前立てなんで、まあ、前立てもなく非常にドレッシーな雰囲気で、裾回りはラウンドはかけてるんですけど、そこまできつくはなく、まあ、今季のやつで言うと、結構前後差は多少どうでしょう、3センチぐらいですかね、一番広いところについていて、まあ、ここはわりかし本当じゃシャツらしいディテール、うん、でコンフォートフィットシャツが、まあ、私たちも1着目に持ってたりとか、お客様でも1着目に買う方が多いゆえんなんですけど、なんていうんだろうな、こうサイズが過度にでかくないっていうところが個人的にはやっぱり長く着れるポイントかなと思ってまして、まあ身幅もしっかり取ってて、まあ、緩さは今っぽさあるんですけど、肩周りとかも過度に落としてないんですよね。若干こう肩落としてるぐらい、なんで着てて本当ストレスなく着れるんですけど、身幅もゆったりしてるんで多少中に着込むっていうことも可能であったりとか、あとはやっぱりこう身幅があってウルトロピカルのこういう生地使ってると、風吹いてる時とかにすごくこうなびいてくれて、まあ、それだけでちょっとこう優美な雰囲気に見えたりもするんで、なんか本当過度なオーバーサイズのシャツはちょっと苦手っていう方だったりとか、あとはまあ本当に多分こういうスタンダードな形の方が向こう5年とかしっかり着てもらえる服の形だと思うんで、なんかいいシャツ1枚欲しいななんていう人は、多分マークアウェアのコンフォートフィットシャツ選んでもらえれば間違いないんじゃないかと思います。ゆったりしている分、
30代とかになってくると気になってくる体型とかをこううまいこと確かにちょうどいいかもしれない隠してくれるんで筋トレとかしてたら肩周りとか気になるかもしれないですけど、うん、多分こう年齢重ねていくとお腹周りとかって言うじゃないですか、うん、そう、お腹周り、ね、そこってやっぱ身幅あると意外とこうカバーできる部分だと思うんで、うん、これがねかなりカバーしてくれる。あ、本当ですか。店頭でお話しさせてもらってたりとか買ってくださる方って結構大人の方も多いんですけど、うん、本当上の方でも全然来てもらったりとかしてるぐらいなんで、うん、なんかそういう意味ではそういう体型カバーっていうところも担ってくる。担ってくれますね。なんか多分、ね、僕今27になる年ですけど、はい、30代に入った時に多分またコンフォートフィットシャツいいじゃんっていうそういう部分でのこう、うん、また話できるかもしれないですね。ですね。まあ、あと腕、さっき言ったように私すごくまくることが多いんですけど、はい、全然シワなんないんで、そこめちゃめちゃいいです。そうですね、うん、でまあならないって言ってもなりづらいっていうところで 100% シワがつかないっていうわけではないじゃないですか。スチームアイロンでマジで本当復元しちゃうんで、あ、スッと戻っちゃう。全然戻ります。いや多分コットンとかの方が全然シワはなりやすいと思うんですけど、うん、そういう意味では煩わしいケアっていうのはほとんどいらないし。そうですね、はい、僕も今期これ買ってまだクリーニングとかも出してないですけど、全然スチームで匂い取れたりとか、日陰干ししてしまえば匂い取れるんで、ほんと干しとくだけで匂い取れる。全然大丈夫です。居酒屋とか行って翌日干したんですけど、それでほんと匂いほとんど取れるぐらいなんで、綺麗なシャツ着たいけど面倒くさいことしたくない人は多分もう持ってこいな、ね、シャツなんじゃないかなと思います。この形でコットンのシャツとかもあるんで、まあ、今後多分ご紹介をすると思うんですけど、うん、はい、まあ、ウールトロピカルに関しては特にそういうケアで、やっぱウールにしか出せないその機能性であったりとか、まあ、見た目っていうところも非常に、いいので、まあ、夏の一長だとしてぜひ入ってほしいなっていうところですかね、はい、個人的にすごい気に入ってるのがボタン、マーカーウェアのマーカーウェアのボタンの貝ボタンですね。貝ボタンの光が反射した時の色、はいはいはい、ちょっとこう虹色っぽい玉虫、玉虫っぽいような、確かにめっちゃ綺麗ですよね。マーカーウェアのボタンすごく綺麗で、うん、これ刻印もなんかいいですよね。いいですよね、うん、一つ一つに。いや、そうなんですよ。なんかやらしくない品の良さがあるというか、そうですね、この光沢が、うん、これがよりなんか上品な方向になんか持ってってくれてる、うん、でもめっちゃわかります、まあ、うん、アクセサリーとなんか同じような効果を持ってる感じはしますね、うんうんうん、なんか確かにシルバーとか、まあ、あれに近い感覚ですよね、うん、でもそこまでギラつきはもちろんしないですけど、うん、しないですね、なんかこういいシャツ着てんなって感じがしますよね。なんかボタン見るだけでなんか絶対いいシャツじゃんみたいな。生地感ももちろんですけど、うん、そこは僕も好きなポイントでした。ですよね、はいはい、やっぱ気になるとか着ててやっぱテンション上がるポイントの一つですね、はい、実際に、着てみて、はい、どうですか。やっぱり一番はそのケア面、ケア面、自分はケアできれば面倒くさいケアはしたくない方で、品よく着れるのに、うん、でも手入れしないっていう、なんかこう矛盾というか一緒そうですね、品のいいアイテム、ジャケットとかコートとかって、うん、なんかちょっとブラッシングしなきゃとかクリーニング定期的に出すとか、なんかそういうイメージあると思うんですけど、うん、超綺麗なシャツなのになんか別に自分が手をかけるほどでもないというか、うん、そこがやっぱり選ぶ理由になりますね、自分は。そうですね、真夏でも匂い気にならないし、うん、まあ、洗いたい人とかもいると思うんですけど、デザイナーの石川さんもおっしゃってましたけど、洗濯って結局洋服を傷めるというかダメージを与えてしまう原因の一つ、特に家の洗濯とかだとなると思うんですけど、まあ極力洗濯しない方が服も長持ちするんで、そういう意味で言ったらウールってもってこいの素材なのかな。そうですね、うん、普通のサラリーマンとかだと着るのって多分土日だけとか、うん、そうですね、なってくると思うんで、日曜着たら月曜から金曜まで干してたらもう何も、まあ、大丈夫です何も気にするところなくなるみたいな。全然大丈夫です。気づいた時にね、シワとか気になればスチームかけてもらったりとか、うん、まあ本当僕こっちの方とかはもう洗いざらしで着てるんで、でもそれでもそんな大きいシワはないんですけど、なんか小じわ入ってても別に気にならない、うん、僕はなんかそっちの方がシャツってより着やすいかなと思うんで、
なんかむしろシワは残してもらってもいいかな。でも全然上品な感じは抜けずに、まあ、全然なんかやっぱこの光沢感とかやっぱ綿では出せないウールのこのとろみがやっぱり唯一無二なんで、すごくそこがやっぱ品よく見える一つのポイントかなと。でまあ着たいパリッと着たい人は全然アイロンかけてもいいとは思うんですけど、そうですね、まあそこは好みで、僕はちょっと面倒いんでそのまんま着ちゃってますけど全然ありだと思います。ありですね。そうですね、まあそんなとこ、まあでも一番はやっぱそのケアいらずっていうところ、うん、シワがつかない、匂わない、匂いが取れる、あと涼しい、これが一番いいかもしれない、うん、通気性もいいんですけど、僕って意外とショーツは履くけど上半袖だけってあんまないじゃないですか。ないです、ね、結構着てるじゃないですか、はい、こういうの。なんか日に当たらない方が涼しいっすよ。ジリジリ日に焼ける感じするじゃないですか、なんか今すごく日焼けてるみたいな、うん、夏場とか直射日光の方が暑いっていう、それがないというか、まあ、袖物だと単純にあのシャットアウトできるんじゃないですか、うん、でも無理な服を着るわけでもないと思うんですよ、真夏。それを叶えてくれるのがやっぱウルトロピカルかな、うん、本当になんか日陰に入ったみたいな、うん、あでもそんな感覚かもしれないですね、まあ、なんか多少確かに黒だと熱は持つんですけど、うん、それでも全然涼しいんで、うん、まあ、多分他の色だともうちょっとあのより涼しいのかなと、可能性は感覚としては、僕ちょっとすみません、黒しか持ってないんで、あの黒しか着ないサコですそうなんですよあれなんですけど、まあでもそういう意味で、はい、あとなんかエアコンよけ、そう直風はそうですよね、体冷えちゃうし、だからこうパートナーとかいる方はすごいいい男になるんじゃないですか、こうさっとこう感じさんにこれ着ときなよみたいな、まあ、その前自分がねちょっと当たることになっちゃうんですけど、そこは我慢してもらって、ね、男なんでそこは我慢してもらってでもそういうのもいいじゃないですか。いいですね、うん、あとなんかこう巻いてもらったりとかシャツしたりするんですか。そうですね、あの時もあんまり暑苦しくならないし、なんないですね、さっき言ったみたいにシワ気にならないから、うん、ガンガン絞ってこう結べる、うん、そこも僕は好きっすね。メリットありすぎですね、な理由を探す方が大変かもしれないです、うん、もしかしたら。じゃあ今回ちょっとせっかく、まあ、2年前のシャツを2つ持ってきていただいてるんで、はい、2つ比べてみてちょっと変わった点とかあったら教えてください。これ意外とあるんですよ、まあ、まず1つ目、はい、2022年のタイプだと防縮加工をかけてるんで一応手洗い OK な表記なんですよね。で、今回はかけてないので一応洗濯表記上は NG になってます。なのでクリーニング推奨になってるのが、僕が展示会行った時に一番こう気になったポイントかなと思います、はい、あとまあ素材に関して、この過去のモデル2年前のモデルだとスーパー120っていう、まあまあ、繊維の細さをの、ウールを使ってて、72番手の装置になってます。で、まあ、スーパー120なんですけど72番手っていうところで、そのスーパー〇〇っていう表記は一応原面というか 原料か、スーツとかによく、あそうですね、出てると思うんですけど、まあ、原料の細さなんで一応番手としては72になってます。で、新しいこっちのタイプがスーパーっていう表示はなくなってるんですけど、80番手の装置、はい、多分見比べてみると結構こう緻密によりなってるのが分かるかな。そうですね、なんか若干この折りの感じが分かりやすいのが過去のモデル、うん、なんで同時にこう光沢感とかもより強くなってたりとか、やっぱ繊維が細いんですごく生地自体だいぶしなやかになってるかなっていう印象です。なんかテレビの画質が良くなってるみたいな、あでもすごくいい例ですね、感じがそれいいですね、そういうことですそういうことでした。そういうことです。で多分こっちの方が2年前のそのモデルの若干鏡面っぽいんですよね。あのもちろんシャリ感はウルトロあるんですけど、若干なんかちょっと鏡面使ってんのかなっていう感じがします。ディテールも、まあ、さっき話した通りそこまで大きくは変わってないんですけど、うん、これ、ね、マーカーですごいのがやっぱ肩周りのこの縫製なんですよね。コンフォートフィットシャツが特になんですけど、はい、この2年前のモデルは内側から見ると分かるんですけど、肩を、縫い合わせているのが、ミシンで縫ってるものと
裏から見ると分かるんですけど手縫いなんですよね。手まつりで縫ってます。そこが何ていうんですかね、まあミシンでいうと運針の幅、うん、こう針が入る幅が細かいのと手まつりの方は若干広く取ってて、でそれをすることによって、まあ、肩の可動を助けてくれるっていうのがあるんですけど、うん、2年前のモデルだと肩口の裏側がまつり縫いになってます。でこれミシンでできないんでおそらく人の手でやってるんですよね。だからそこがまずすごい。すごいですね。まつり縫いだと、まあ、スラックスとか見たら分かると思うんですけど、あのスラックスのまあ裾の始末と同じって言えばいいんですかね、うん、あのシングルとか、はい、あれって表にあの針の跡というかステッチ見えないと思うんですけど、うん、あのそういう縫い方にはなってます、うん、多分今期からだと思うんですけど、その祭り縫いがコンフォートフィットシャツで、手祭りじゃなくなりました、はい、一応ミシンでおそらく縫ってるんですけど、はい、ここもやっぱ面白いのが運針のその細かさを変えてるんで、はい、一応やってることはこの手祭りの時と同じ、うん、若干運針細かいのと運針がちょっとこう広く取ってるものを組み合わせに縫ってるんで、肩の可動はもちろん助けてあげてる。なんで名前にもついてるこうコンフォートっていう、まあ、その名の通りこう快適なシャツに仕上がってます。で多分手祭りとかのコストかかるんだと思うんですよね。まあそうですね、まあ、単純にミシンで縫った方が早いし量産できると思うんですけど、こう職人さんがこう縫ってるっていうので、うん、まあ、ただ着心地は全然私あのどちらも着てて、あのどっちも本当に何ていうんですかね、こうきつさを感じないし、大きく変わった感じもそこまで感じてはないので、うん、まあまあなんか一個そのうんちくとしてあの知ってもらえればなぐらいで、あの大きな差はそこまでないです。なんかちょっとこういうの知ってるとまた今期買ったものも過去持ってるものも、うん、なんか魅力が増すというか愛着が増すかなと思ったんで、どっちも良さがあるという。そうですね。なんであの持ってる人はちょっと過去のコンフォートフィットシャツをお家で見てみてほしいですね、肩口の方。そうですね、まあ、そんなところですかね、はい、最後じゃあどんな人にお勧めしますか。そうですね、まあ、さっき話したようなウールの機能性もあるんで、まあ、本当品良くていいシャツ欲しいけど面倒くさいケアをしたくないとか、真夏も長袖のシャツ着たい、そんな方にはもうぜひマークメのこのウールトロピカルコンフォートフィットシャツ持っていただけるといいかなと思ってます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。